ええってお前。はいどうも、ハギチャンネルでや、ハギちゃんチャンネル。かわいいの持ってんだ。ゲスト来ております、紹介どうぞ。今年の冬は重ね着がトレンドだって聞いたんで、トレンド取り入れちゃってます。親方くんです。こんにちは。出た親方くん。実は親方くん、僕と同期でね。同期で、はい。東京 NSC 14期生、僕は大阪 NSC 31期生でね、同期で、最近ね、仕事行きっかけで仲良くなって。そうね。吉村さんの無人島をね、買いに行くので、今度飲みに行こうで飲みに行って、その時ちょっと、親方くんが、時間遅れて、居酒屋の集合場所来たら、ひたすら何回も謝ってきて、そんな謝って。お前そういうキャラでやってねえから俺。いやめっちゃ謝るとか。いやめっちゃ謝ってたよ。言うなよ。だいぶわざと待たせてたし。あ、わざとない。っていう大体見た目だろ俺も。でもお会計の時1000円多めに払ってくれてたよ。全額ってそこはもう結構ねえ。TikTok 見てたらなんかの流れで親方くんがパッて出てきて、あれこれ吉本の芸人で親方くんっておったけどこの親方くんかな、みたいなとこから知ったよ。 TikTok でボカーンって跳ねた。 TikTok はでもボカーンだね。いやなんか自分で言うのもあれだけど、実際今、TikTok のフォロワー数どれぐらい？3200ぐらい。そんなわけねえだろ。ドカン言ってんだろ。あ、ドカン。32万だよ。32万うわ、俺ほんまに今3万2000やと思った。32万。もうすごいな、マジで。すごいね。いや、ほんますごい。だって、誰も知らないんだよ、俺のこと。そうやな、先輩にも、親方君と今度、動画撮ろうと思ってるんですけど、誰それ？おい！モチベ下げさすなよ。この間飲んだ時も、普通に居酒屋でも顔さしてたし、道歩いてて、うわ、親方君やってなってたから、その、世論、世間一般の人の知名度かなりあるよ。いや、TikTok はでかいと思う。やばい、うん、街中でじゃあ声かけられたり親方くんだみたいな結構ある。結構ちょっと正直自慢じゃないけど嬉しい。こないだ一昨日かな、シュートボクシング見に行ったの。ああキックボクシングみたいなね、こうつかみ投げ合いみたいな。そうで喫煙所に、あと休憩中だから、みんな喫煙所に一気にバーって、一人親方くんじゃないってなって、遊んでずーって言って写真撮ってくださいってやってたら、みんな親方みたいな。俺の知名度、職人を、ヤンギャル、シングルマザー、ゴリゴリ墨入ってる人ばっかだから。そう、TikTok バズった、バズったのがいいかな、TikTok。その動画、きっかけになった動画って何なの？きっかけは、1本上げただけ、まず。1本目でバズったの？そうそうそう。天才やないか。いや、知らねえよ。俺、これ、インスタでも上げてた。あ、インスタグラムでも上げてたの。インスタグラムはどうやったの？一切、うんともすんとも。へぇ。だってフォロワーなんて100人ぐらいで、インスタ、そうそう、で10本ぐらい動画上げてて、同じような、そうそうそう、 TikTok とかで上げてるやつを、で暇つぶしに TikTok 上げてみたら、そしたら携帯が鳴りやまなくなっちゃった。通知が来ます。そうそうそう、設定してないから。何が違うんや TikTok とインスタの。多分わかんない。そのインスタは多分、自分で探したり、ああ興味あって何か検索してか、そうハッシュタグとかじゃん。でも TikTok っていうのはおすすめをこうやってスワイプするだけじゃん基本。まあこのシュッシュッてスライドみたいなしていっとったら、全然フォローしてなかったりしたり、急に出てきたりとか、っていうのがあるから、俺みたいな知名度なくてもあれなんだこいつってなって、いいねとかコメントとかフォローが、たまたまだからそこで知らない人が一番パーンっていくのが多分 TikTok かな。はい。その1本目に上げた動画って なんていう動画？1本目に上げた動画は、ね、最初1本ね15秒ぐらいしか撮れないな。あ、 TikTok で。そうだから、なんかもうすっげえだるそうな顔して、さっきさ、どうしたんすかみたいな、小学生と目合っただけでさ防犯ブザー鳴らされたんだけど、これだけ。そうそうそう、それが何いいねぐらいだった。何言ったんかな。いや、ちょっと待ってな。何？もうやばすぎるやん、バラリラ。キラキラな。めちゃくちゃええやん。いいだろう。これ何、自分でってこと？自分なんてねえだろ。そういう職人じゃないから。猫職じゃねえから。いや、猫トラみたいな感じで猫携帯とか好きなんだな。いや、まあ好きだけど、まあ、これはちょっとこう作ってもらって。これよくパラリラって言ってるんですよ。それ何、パラリラってどういうこと？だから、要は酒、女、イコール、パラリラ。
うん、ごめん分からへん、どういうことだから、海、ギャル、イコール、パラレルだから分からへんで、ハギちゃんはセブ島行ってたんでしょ。あ、セブ島行ってこないでグアム行った。パラリラじゃん。パラリラじゃないね、頭パラリラじゃん。はじけ楽しんでるみたいな。あ、マジマジみたいなもん。え、どれぐらい行った。ちょっと待ってね、待ち受け可愛かったの今。うん、メイコが描いてくれたセサミストリートみたいなですね。これメイコが僕のこと描いてくれたんですよ。これなんだっけ、トイストーリーのポテトヘッド。ポテトヘッド、ポテトヘッドに。うるせえやな、メイコに言われたら。あれにも似てるって言われる。前園さんとかも言われる。言われる、似てる。言われるけど俺似てないと思ってる。いや、似てるで。あ、ごめん、1本目全然違うやつだった。1本目何？ムービーだと気づいたけど専門用語すぎて何言ってるか分かんない職人。それ何、どんなやつ見ます？ムービーでーす。おい、お前、ふざけんなお前、それ、大人から電気黒で仕上げろよ、てめえ。っていうやつ。あ、なるほどね。職人の。よくある、その、写真撮影と見せかけて動画でしたのやつを、うん、その、親方君が、その、専門用語で何言ってるか分からない。あ、分かりやすい。うん、今のすごいコンパクトでな、15秒。あ、今の15秒。15秒だと思う。これが何いいね。これはいいな、でも、6636万。あ、すごい。TikTok、すごいなぁ。いや、むちゃくちゃいいよ。いや、俺も一回始めようとして、TikTok を、うんうんうん。でも、あんまりその、何をどうしたらいいかわからなくて。いるじゃん。TikTok 詳しいやついるじゃん。TikTok か。じゃあ、俺もちょっとなんか、TikTok。うん。でも、美容とか好きなんでしょ。美容、うん、ダイエット。ちょっと太ってるけど、今、うん。美容、ダイエット、アイス。アイス、うん。アイスクリームか。うん。は好き。とりあえず3つ。あと、まあ、いろいろ好きなもんあるけど。女子じゃん。全部並べた。全部並べた。女子じゃん。女子みたいだな。これちょっとこうやっちゃいます。もうええってよ、お前。これ、TikTok 載せたな。じゃあ、そういう、もうええってよ、お前。これ。もうええて、もうメガネどっか張り付いてるやん、メガネ。引っかかった？もうええて。